バカとブス小僧、そうだ行け。ドラゴン桜薄いこと、バイケル薄いです。ポン。はい、ということで今日はですね、ホイールの紹介をしていきたいと思いますんで、早速行ってみましょう。今回紹介するホイールはこちらです。ででん。バルド製のジェニュインラインでございます。はい、今回は初となるバルドのホイールを紹介します。まあ、バルドといえば、まあ、エアロのメーカーというイメージが強いかと思うんですけれども、まあ、その中でも今回はですね、このバルドが出しているホイールを紹介していきます。はい、で今回紹介するホイールはこちらのジェニュインラインサイズは20インチ 8.5J のプラス35というサイズを今回サンプルとしてご紹介させていただきます。こちらのホイールはですね、デザインはちょっと純正のこうオプションっぽいデザインだと思うんですけれども、まあ、純正のメーカーオプションってかっこいいけど、まあ、インチ数、まあ、大きさがあまりこう大きいのがないとか、まあ、そういった悩みだったりとか、まあ、そういった声がある中で、まあ、こちらのホイールはですね、なんとサイズのラインナップが17インチから24インチまで、まあ、その中でも、18インチと23インチはないんですけれども、まあ、そこまで幅広く取り扱いがあるホイールです。ありそうでない感じなんですけども、はい、ありますよというホイールになってるんですね。そうですね。じゃあ早速近くで見ていきましょう。はい、はい、こちらもさすがのクオリティというところですね。はい、でカラーは SBC、 いわゆるスーパーブラックコートというカラーになっているので、ちょっとギラリとした色味となってます。要はそのブラックコートっていうことで、はい、黒みがあって、はい、渋い感じですよね。はい、で、まあ、あとはなんといってもスポークがエンドまで伸びきってるんで、大きく見えるデザインとなっているので、やっぱりデザインは純正オプションっぽいけど、何か違う、こう人とは違うようなデザインになっているのが、まあ特徴の一つでもあると思います。こう純正感を保ったまま、はい、さりげにカスタムしたいっていう人にはすごい、はい、おすすめです。で、あとは価格も他のワンピースのホイールと比べて比較的にリーズナブルな価格となっているので、まあ、皆さんこう結構手が出やすいような価格にもなっていると思います。あとはこちらのホイールの特徴的な部分としては、センターキャップがトヨタとレクサスに限り、純正のオーナメントですね、センターキャップがそのまま再利用可能という、なんでそこでもよりこう純正感を出せるという仕様になってます。そうですね、はい、で、まあ、純正のホイールってガンメタ系の色も多いんで、はい、こういう SBC とかまた履いてると目立ちますよね。はい、で、展開しているカラーなんですけれども、まあ、こちらのホイールは、先ほど紹介した SBC スーパーブラックコートの一色のみの展開となっています。でサイズなんですけれども、まあ、サイズも冒頭でご説明させていただいたんですけれども、17インチ、19インチで20インチ21で22インチで最後24インチの設定となっております。まあ、インチ数自体は、はい、豊富にあるんですけども、はい、オフセットも結構種類あるんですか？まあ、オフセットは種類というよりも、まあ、バルドの
ホームページを見ていただくと分かるんですけれども、どちらかというと車種でこう決め打ちをしているような展開となっているので、バルドさんが出しているホームページの上ではトヨタとレクサスを主にこう載せているんですけれども、まあ、その車種以外のご相談、このサイズが入るかとか入らないかだったりとかのご相談がある方はですね、まあ、一度お気軽にうちにお電話でもいいですし、ご来店いただいてご相談いただければと思います。あとは合う車種なんですけれども、まあ、17インチはハイエースだったりとか、19インチはプリウス、まあ、PCD5-100 も19インチは設定しているのでプリウスだったりとか、あとは20インチになると、まあ、エスティマ、セダンでいうとクラウンで、その上の22インチだったりとか21インチになると、まあ、先ほどアルベルも入りますし、レクサスの LS ですね。で、あとはですね、まあ、24インチっていうサイズ設定もあるんで、まあ、24インチになるとレクサスの LX、 あとは200系のランドクルーザーですね、まあ、そういったお車に合うようなサイズ展開となってます。はい、では今回紹介したホイールはですね、また他のメーカーやホイールのデザインとは違ったですねデザイン、まあ、センターキャップが純正でトヨタレクサスも使えるようなお仕様のホイールとなってますんで、まあ、すごいおすすめのホイールとなってます。で、まあ、気になる方はですねお気軽に、まあ、こちらへご相談、お電話でも大丈夫ですし LINE 商談もやっておりますので、ぜひぜひお問い合わせください。サンプルの方も常に、はい、サンプルも常に展示しておりますので、お車の隣に置いてリアルマッチングなんかもできますので、ぜひよろしくお願いいたします。動画は以上になりますが、こちらの動画を気に入っていただいた方はいいね、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。チュース。